イオンタウン上里は埼玉県小玉郡上里町に所在し、イオンタウンが運営を行っているショッピングセンターである。大技金久保地内の国道17号南側、パナソニック電工進出予定地だった場所にイオンによって開発され、2008年8月2日をオープンした。毎日を楽しむ笑顔あふれる街をコンセプトに、ベルク上里 SC 店を各店舗とし、十五の 専門店で構成されるモール型ショッピングセンターである。バリアフリー新法認定施設に基づく建物で、オストメイト対応トイレや新商社専用駐車場を有し、2階、モールインフォメーション内には自動対外式所再動機が設置されている。併設予定であった竹見航路のコロナの湯は出店見送りとなったが、2009年7月4日に敷地内にラウンドワンが開店した。 当初は2009年初春に開店する予定であった。当 SC は計画段階の事情により、イオンリテールが運営しながら、イオンリテールが運営するスーパーマーケットを各店舗に持たない SC であったが、2011年11月21日より、イオンショッピングセンターのブランド統一により、当 SC はイオンリテール株式会社からイオンタウン株式会社に関され、 イオンタウン上里に解消された。上里には、すでにネイバーフッド型のショッピングモールユニクスウェ里が存在しており、競合関係にある。また、過去に、イオン系列の店舗として、ジャスコシン・ホバラ駅前店が存在していたが2006年4月20日に閉店し、店舗後には、トライアルカミ・ホバラ店が出店している。出店テナントの詳細は公式サイト、フロアガイドを参照。 ありがとうございます。